こんにちは、ひみこさん、速稼塾の久保です。返信ありがとうございます。まあ、秘密の動画といってね、一般公開にするこのね、あざとさといいますか、他の視聴者さんが期待して、今度ね、ひみこさんの対談に一人でも多く来てくれるんじゃないかなというふうなね、含みがあるわけなんですけども、まあ日々のね、動画更新、ライブ配信、本当お疲れ様でございます。私の方もね、朝のライブ見させていただきながら、ライブというか、YouTube ですけどね、瞑想の方こうまどろむような状態でやると本当心地よくって、あの音叉の音がなんかその清水のように肉体に、ね、染み入ってくるような気持ちがします。で、今度ね、22日に対談の方を設けさせていただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。22日の21時からですね、夜9時からになります。申し訳ありませんけども、そこでとりあえず設定させていただきたいと思いますけども、それで OK でしたら Zoom の URL を作りますので、また返信させていただきます。そしてその日までね、私の毎日の速稼塾の動画更新の中で、塾生さんにもね、こう配信させていただいて、一人でも多く、まあ、由美子さんのところに来ていただけるように、放送しようかと思いますんでね、よろしくお願いします。で、22日は対談だけなんで、まあ、特にエクササイズもありませんし、何ですかね、あれですね、レッスンもないような感じでございます。ただその中でレッスンをしますよってことはちょっとね、話してもいいかと思うんですよ。ですからレッスン日は申し訳ないんですけど、他の日に日程をいただけると助かります。で、この日はね、10個ぐらいの、まあ、質問をしますので、これ事前通告しますので、答えを準備しておいていただいたらと思いますけども、まあ、それをねやりながら1時間ぐらいで終わるように、いつもズーム対談の際はさせていただいてるんですよ。まあ、ですので私が例えばね、自己紹介をお願いしますっていうと、自己紹介にはどんなものをやっていくのかっていうのを事前通告しますので、まあ、順番にお答えできるものでね、お答えしていただくという形でございます。まあ、そんなこんなをやり繰り返しながら10個の質問でちゃんと終わるようになりますし、自由にね、由美子さんご自身がご自分のやってることを表現する時間もフリータイムで設けます。それから視聴者さんがね、希望されれば Q&A も差し込んでいこうかと思いますので、まあ、あっという間の1時間になると思います。まあ、何よりもね、由美子さんこのトークができるんで、ものすごくできるんで、私はね、非常に私の方がもう実はすごく楽しみにしてるところなんですよね。まあでもこんなご縁があるのもね、 YouTube の偉大さですよね。で、ちなみにですけども、まあ、中村ジーコ君のエントランスっていうね、そのコンテンツの中にもグループの中にも入られてますよね。私もそこにいるんですよ。まあジーコといえばね、私の塾のね、塾生でもいらっしゃってね、で、合宿で1泊2日ご一緒したりとかね、なかなか楽しい日々を過ごさせてもらってます。なんかそのホッケーがね、すごく上手で、もうマジカルなね、テクニックをよく見させてもらってます。まあ、彼の活動にも、やっぱりね、一緒に応援していきたいところもありますし、まあお互い応援し合いながらね、進めていけるなと思いますね。ジャンルは違いでも、まあ私はこうやって拡散力がある方なんで、チャンネル登録者数も多いですしね。まあ、ですので、これからも断るごとに由美子さんの YouTube を紹介させていただこうかなと思いますんで、この動画を紹介してっていうのがあればね、ご遠慮なく私の方にまたメッセージをお寄せいただければと思います。動画概要欄には私のメールアドレス、生涯で一つしか私メールアドレス使ってないんですけども、そちらの方もね、つけておきますので、つけるっていうかね、いつも自動的につくんですけども、そちらの方からメールをいただいてもよろしいかなと思います。それでは本日は以上です。22日の21時からよろしかったら返信の方いただければ助かります。それではよろしくお願いします。